どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、三井住友クレジットカードの 20% キャッシュバックキャンペーンなんですけども、こちらのキャンペーンですね、一度4月30日までっていう風なアナウンスで一度終わったキャンペーンだったんですよね。ですけども、5月1日になってですね、こちらキャンペーンはね、まあ実質延長みたいな感じになりまして、大体一緒なんですけども、まあ還元額がちょっと変わったっていう感じなんで、本日はね、こちらの解説、やっていきたいと思います。で、こちらのキャンペーン期間なんですけども、5月1日からね、まあ変更になった、まあ延長になったんですけども、今まではですね、2ヶ月間ぐらいでね、一応キャンペーンの終了、アナウンスされていたんですけども、今のところね、キャンペーンの終了はね、アナウンスされておりません。で、こちら内容なんですけども、20% キャッシュバック。こちら現金でキャッシュバックされるキャンペーンというふうになっておりまして、最大キャッシュバック金額は、8000円までっていうふうになりますんで、支払い対象金額は、4万円までの利用。で、20% で、8000円分がね、現金で、キャッシュバックされるキャンペーンというふうになっております。で、こちらの 20% 対象期間なんですけども、キャンペーン自体は5月1日からね、終了未定なんですけども、この 20% キャッシュバックキャンペーン自体の期間は、カード入会から2ヶ月間っていう風になっておりますんで、こちらね、今5月に発行された場合は、2020年の7月の31日までがこちらのキャンペーン期間っていう風になります。で、こちらね、クレジットカードの、決済方法はですね、こちら、クレジットカード払いと、ID 払い。まあ、こちら、電子マネーになるんですけども、こちらどちらも対象というふうになっております。で、こちらキャンペーンの応募方法なんですけども、三井住友クレジットカードには、スマートフォンアプリの V パスっていうのがね、ありまして、まあ、そちらにログインすることがエントリーっていうふうになっておりますんで、こちらね、クレジットカード入会したら確実にね、スマートフォンアプリ V パスに、ログインするようにしてください。で、こちらも、期限がありまして、5月発行の場合は、2020年7月31日までに、ログインが必要っていう風になっておりますんで、こちらログインしないとですね、20% ね、還元受けられませんので、まあ、その点はね、注意してください。で、こちらの、クレジットカード、対象クレジットカードなんですけども、キャンペーンのね、公式サイトに行くとですね、対象カードで出てるのこの3つだけなんですよね。なんですけども、こちら詳細ページに行くとですね、この三井住友カードが発行しているクレジットカードの対象カードすべて見れるようになってるんですけども、ちょっとね、キャンペーンのトップページからね、ちょっと見られないので、まあ、URL ね、貼っておきますので、こちらね、確認していただけたらなと思います。結構ね、たくさんのクレジットカードが対象っていう風になっております。三井住友クレジットカードですね、基本的に初年度年会費無料っていう風になっておりますんで、まあ、どのね、クレジットカードを選んでいただいても、プラチナカードだけはですね、初年度年会費無料ではないんですけども、まあ、その他のクレジットカードはね、基本的に初年度年会費無料っていう風になっておりますんで、まあ、ご自身がね、合ったクレジットカードをね、まあ、発行していただければなと思います。4月30日まで、この三井住友クレジットカードっていうのは、デザイン変更に伴ってなのかな？なのかわかんないんですけども、年会費ね、ずっと無料キャンペーンみたいなのね、やってたんですけども、まあそちらは終わりましたので、これから発行される方は、まあ初年度はね、年会費無料なんですけども、2年目以降はね、年会費発生しますので、まあその点はね、注意していただけたらなと思います。もちろんね、リボ払いの専用カードとかだとね、まあ、永久年会費無料カードもあるんですけども、まあ、普通のね、三井住友カードはですね、年会費ね、初年度だけ無料っていう風になりますんで、その点はね、注意してください。もちろん年会費ね、次年度以降もね、無料にする、方法もあるんですけども、まあ、そちらね、リボ払い等々のね、利用が必要となります。で、こちらね、20% キャッシュバックキャンペーンのこの対象外っていうのがね、明記されておりまして、2019年3月以降にね、この対象カードの発行歴がある方は、対象外っていう風になっておりますんで、まあ、昨年からね、20% キャッシュバックキャンペーンっていうのは、三井住友カードね、結構ずっとやられてるキャンペーンで、そのね、キャンペーンに乗って発行された方は、まあ、今回のキャンペーンはね、もう乗れませんよっていう風になっておりますんで、まあ、その点もね、注意していただけたらなと思います。で、この三井住友クレジットカードのね、おすすめの利用方法なんですけども、この三井住友クレジットカードに関しては、
支払い先にね制限はありません。ですので、チャージとかね、Amazon ギフト券購入とか、ペイサービスのチャージ、二次利用っていうんですかね、そのクレジットカードで、まあ、利用、買い物をするだけではなくてですね、なんかのチャージとかにもね、ポイント対象っていう風になりますんで、まあ、今すぐね利用するっていうのがねない方は、まあ、こういうね利用方法も OK っていう風になっております。まあ、ANA マイルとかね、JAL マイルを貯めるっていう観点から言うと、まあ JAL マイルの場合はね、au pay の、キャンペーンがね、今やっておりますので、まあ au pay でいいかなっていう感じですね。で、ANA マイルの場合は、まあ楽天 AD とかね、まあそういうのでチャージして、まあ利用するっていうのもね、OK というふうになっております。で、このね、バイマイルっていうので利用するっていうのももちろん OK です。ANA マイル、JAL マイルの場合はね、まあ、直接的に、バイマイルっていうのはできないので、サイバーエージェントがやっている、ポイントサイトドットマネーの 100% 案件を購入する。まあ、それでその購入したポイントね、そのまま交換みたいな感じでね、ANA マイル、JAL マイルを貯めることも可能です。まあ、こちらの詳細はですね、動画別に出しておりますんで、まあ、そちらね、見ていただけたらなと思います。で最後なんですけども、こちらね今ポイントサイトに案件が出ております。ポイントサイト EC ナビで、三井住友カードね、3000分の、ポイント案件が出ておりますんで、まあ、こちらね発行&利用で、まあ、翌月末までにね、5000分の利用で、3000分の、ねポイントがもらえる、案件出ておりますんで、もしね、発行される際はですね、まあ、ポイントサイトの案件ね踏んでいただいた方が、まあ、さらにね3000分ポイント、もらうことができますんで、おすすめっていう風になっております。まあ、20% キャッシュバックキャンペーンがやってるにもかかわらずね、ポイントサイトにね案件があるっていうのいいですよね。 20% キャッシュバックももらえるし、ポイントサイトからポイントももらえるっていう感じでね、まあ、二重でお得みたいな感じになっておりますので、おすすめという風になっております。でこちらね同じようなキャンペーンがこちら三井住友カード以外にもですね今やっておりまして、三菱UFJ ビアソカードっていうのもね 20% ねキャッシュバックキャンペーンをやっております。こちらもねキャンペーンが出た時にね動画出しているんですけども、2020年6月30日までのキャンペーンなんですけども、まあ内容としてはですね、まあほとんど三井住友カードと内容は一緒です。まあ期間は6月30日まで、還元額はちょっと違って期間中最大、1万円までキャッシュバックっていう風になっておりますので、支払い対象金額は5万円までっていう風になっております。でこの、ビアソカードの方はですね、クレジットカード入会した後に、会員ウェブサービスの、ね、ID を登録でこちらエントリー完了っていう風になっておりますんで、まあ、こちらねこのキャンペーン始まった最初にねこちらも発行して、まあ、利用させていただいたんですけども、まあ、この ID 登録っていうのはねすぐ終わりますんで、まあ、同封された紙にね解説書いてありますんで、まあ、そちら見ていただければねすぐできると思います。でこちらの三菱 UFJ ビアソカードのキャンペーンも、利用先はどこでも OK っていう風になっておりますんで、まあ、こちらもね三井住友カード同様ねチャージ等々でもね還元受けることができますんで、まあ、二次利用みたいな感じでね、今すぐ利用する予定がない方はねそんな感じで利用することもできます。でこちらも、ポイントサイトにね案件が出ております。こちらはですねポイントサイトチョビリッチっていうねポイントサイトという風になっておりますんで、こちらもね、発行&利用で利用額は、翌月末までに5000円分のポイントっていう風になりますんで、それでね3000円分のポイントがね、もらえますんで二重でお得っていう感じに、ね、なっておりますんで、ぜひね、乗っかってみてはいかがでしょうかっていう感じですね。いかがだったでしょうか。今回は三井住友クレジットカードの、キャンペーン延長の解説と、三菱 UFJ ビアソカードもね、一緒に紹介させていただきましたけども、まあ、昨年からねこの 20% キャッシュバックキャンペーンは、まあ、ずっとやっていて、まあ一回ね終わりそうな流れがね出たんですけども、今もねまだ 20% キャッシュバックキャンペーンね、やっておりますので、まあ、普通のね日々の決済でもですね、まあ、20% のキャッシュバックね受けられるっていうのは、まあ、かなりありがたいサービスでありますので、もしね発行されてない方はですね積極的に狙ってみてはいかがでしょうか。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。